秘密のポストに詰まっていたどこにも届かない心の叫び。知らなかった、七香があんなに苦しんでたなんて。火事で両親を失い、そのショックで記憶の一部もなくしてずっと苦しんでたなんて。七香が変わってしまったのもきっとそのせいだったんだ。それなのに僕何も知らなくて。七香ごめん、これからは一緒にいるから。何があっても一緒にいるから。閉じ込めた記憶に君を見つけ出したくて、素顔のままであの場所に帰ろうと、花びら落ちるような目に見えない風が吹き、つまずきながら笑い返すよ。宝物の中で来て綺麗な明日が僕らを昨日は私少し言い過ぎちゃって。これじゃああんまり謝ってる感じしないわよね。もう少し明るくやった方がいいのかな。はい、サナ、昨日はごめんね。私ちょっぴり言い過ぎちゃって。おはよう、シリー。はぁ、相変わらず朝から不景気な顔してるわね。こりゃ株価指数が上向かないはずだ。大きなお世話だよ。それに僕の顔と日本経済に何の関係が。あ、おはよう。おはよう。あの何？昨日はそのん？なんでもないわ。なんでも。この小倉百人一首というものは、鎌倉時代当時の代表的歌人であった藤原定家が。遊園地？うん。お父さんが仕事先の人からチケットもらって。6枚あるからひなちゃんも誘ってみんなで行きましょう。いいじゃん遊園地、次の日曜に行こうぜ。でも久しぶりだな遊園地なんて。そうよね、小学校の時以来だっけ。多分。遊園地か、何着ていこうかな。すみません、おじさま。燃え上がった火を見たら急に目の前が真っ赤になって。それで、何か。
か思い出しそうに。ナナか。いいんだ、無理して思い出すことはない。でもおじさま、だいぶ落ち着いたみたいね。すみません、すっかりご迷惑をかけてしまって。何他人行儀なこと言ってるの。さあお薬よ、これを飲んで少し眠るといいわ。のことなんですけど、今日もあんなことがあったことですし、一度ちゃんとお医者に見せた方が。医者に？ええ、火事の後七香が入院してた病院の先生がおっしゃってたじゃありませんか。うちでは無理だけど専門の病院なら催眠療法でしたっけ、うん、それで七香の記憶が戻るかもしれないって。そんな必要はない。でもこのままじゃいつまで経っても七香の記憶は。それで構わんじゃないか。今さら辛い記憶を思い出したところでどうなるものでもないだろう。何言ってるんですか。もしかしたらそれで放火の犯人がわかるかもしれないんですよ。あなた、あんなひどいことした人間を捕まえたくはないんですか。放火だとはっきり決まったわけじゃない。そうした疑いがあったというだけだ。どうしたんですか。まるで七香の記憶が戻ったら困ることがあるみたいな。バカなことを言うな。そんなことあるわけが。なんだか、いいんだ。無理して思い出すことはない。どうしたんですか？まるで七香の記憶が戻ったら困ることがあるみたいな。バカなこと言うな。まさか、まさかおじさまが。うん、そんなことあるはずがない。でも、もしかして。わかりません。本当に、火事の夜のことはほとんど覚えてないんです。そうですか、そいつは残念ですな。いや実はね、消防の連中が火元の位置から考えて身内の犯行じゃないかなんてことを言ってましてね。まさか私を疑ってるんですか。いやいや、ただここ最近亡くなったあなたのお父さんとお父さんのお兄さん、この方は確か神社の宮司さんをされてるんでしたっけ。その方と飲み屋でちょいちょい口論してたなんて情報も入ってきましてね。それじゃあおじさまが犯人だとでも言うんですか。まあそう短絡的に考えないで、状況証拠としてそうした話も耳に入ってきたってだけですから。そんなことって、そんなことって。だよ、来る前は遊園地なんて子供っぽくてあんま趣味じゃないなんて言ってたくせに。うるさいわね。みんなが盛り上がってる時にはそれに合わせるのが大人の対応なのよ。ひなちゃん、早く早く。はーい、お姉さま。
けど驚いたよな。葵さんこの手の苦手だと思ってたんだけど。こないだのスパで目覚めちゃったのよ。ああ疲れちゃった。ううん、大丈夫。みんな次はあれになるわよ。わーい、お姉さま。俺たちも行こうぜ。え、シュウ、僕とナナカはそこの休憩所でちょっと休んでるよ。え、いいわよそんな。ちゃんと持ってこぼしちゃダメよ。星野さん。あさみの親戚。ええ、いとこのお姉ちゃんの子供でヨータっていうの。ちょっと事情があって今うちで預かってるんだけど。そうなんだ。ほらヨータ、お姉ちゃんのお友達にご挨拶して。もう来年小学校だっていうのに全然人見知りが治らなくて。大丈夫よ、修介だってこんくらいの時は母さんのスカートの陰に隠れてばっかだったんだから。な、おい。あ、今の葵ちゃんじゃ。うん。ってことはそろそろなんか出るんだ。お、もしかして怖い？は？バカ言わないでよ。こんな子供騙し怖いわけないじゃない。ただそのなんていうか、ちょっと精神が不安定になって心拍数が上がってるだけで全然怖くなんか。ナナカもう大丈夫だって。なかった？全然。あんなの怖がるのはお子ちゃまだけよ。ヨータくんも大丈夫だった？うん。すっかり懐かれちゃったのね。やっぱ子供は子供同士だな。子供同士。いや、アニメンジャーのやつらめ、またしてもわしらの計画を台無しにしようってからに。このままでは絶対済まさんぞい。よっしゃ、ここに来てるガキどもの一人を誘拐して大事件を起こしちゃる。されば報道番組で深夜アニメの時間がずれ込んで予約録画をしているアニメファンどもは大混乱パニック。みんな大変よ、電波将軍がとんでもない悪巧みをしているわ。気をつけて。さて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 、どれどれどれ、どいつをさらっちゃろうかい。ビコン。よーし、人質はこいつだ。今から B パートを録画し損なったアニメファンの泣き面が目に見えるようじゃ。みんな
ままだと大変なことになっちゃう。みんなでアニメンジャーを呼んで。せーの、そんなんじゃ聞こえないわ。もっと大きな声で。アニメンジャー。熱いアクションアニメレッド、クールなパスアニメブルー、納期は厳守アニメイエロー、水着に汚染アニメピンク、明るいところで離れてみてね、アニメグリーン。5人揃ってドーラ戦隊アニメンジャー。痛い気な子供を人質にして快適なアニメライフを乱そうとするとはなんて卑怯だ。許さないぞ電波将軍。おのれ現れおったな、アニ忍者、今日こそは返り討ちにしてくれちゃうわ。ちょっとせっかく人質立ってるんだから盾にするとかしたらどうなのよ。まったく、シナリオ書いたやつの顔が見てみたいわ。アルフィヒュキーアクラクー。なんか思い出すよな。ほら、俺たちもガキん時こういうの見に来てさ、でヒーローがピンチになると思わず応援しちゃったり。サナ、俺たちも、うん、頑張れ、いいぞやっちまえ。ブルーさま、素敵。ブルーさまって、よし、それじゃあ私もしっかり、負けたら承知しないわよ。頑張れ。よかったわね、ヨータ。うん。あ、ちょ、なんだよみんな。冗談のつもりなんだろうけど、参るよな、こんなことされると。あ、うん。けど、私はちょっと嬉しいかな。え？あ、そんな意味じゃなくて、ただそのちょっとサナに話したいことがあったから、二人きりになれてよかったなって。そうなんだ。うん。それで僕に話したいことって。あ、うん、それはこの間はごめんなさい。サナだって、サナだって変わっちゃったじゃないの。私のことなんて、私のことなんて思い出しもしないで、それでずっと助けに来てほしかったのに、ずっとそばにいてほしかったのに。これから一緒にいるから、何があってもずっと一緒にいるから。あの時は興奮しちゃって、頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃって、それでなんかその私の方だけ一方的に言いたいこと言っちゃって。なんだ、そのことだったら謝ることなんてないよ。あの時は僕も言いたいことは言わせてもらったから。これからは何があってもずっと一緒にいるからって、それがナナカに一番言いたいことだったから。
眺め。人がゴミのようだとはこのことね。姉貴、あんま無理すんなよ。私別に無理なんてしてないよ。してるだろ。見え見えなんだよ。辛いの隠すためにわざとらしく元気ぶって、全然気にしてないふりして。他の奴らはともかく、生まれてから、生まれる前からずっと一緒の俺に、わからないとでも思ってんのかよ。じゃあどうしろって言うのよ。母さんが死んですぐに、まるで待ってたみたいにあの女がうちに入り込んできて、うちの中も思い出も何もかもめちゃくちゃにされて、でもどうしようもなくて、我慢するしかなくて、私もうどうしたらいいか。だったら泣けばいいだろ。そんなに辛いんだったら泣けよ。俺にだけでも涙見せろよ。何言っちゃってんのよ。ちっちゃい頃は私よりずっと泣き虫だったくせに、自分だって私と同じくらい辛いくせに、かっこいいこと言わないでよ。どうかした？いえ、なんでも。ん？高いとこ登るとなんか偉くなった気がするわね。ここで問題です。双子丘の桜にまつわる伝説とは何でしょう。1番、この木の下で告白すると幸せになれる。2番、魔法で永遠に枯れない。3番、この木のそばで葵ちゃんと踊るとなんか楽しい。答えは時間切れ。なお罰ゲームはナナカのビンタ30連発です。ちょっと、次回マイセルフユアセルフ桜のために。はい、それでは罰ゲームスタート。あっ、分かったわー。